はい、こんにちは。今回はね、三菱のこれはフェスティバというね、まあ、珍しい、車にはなるんですが、三菱のフェスティバがですね、日本で開花された遊び心満載の、まあ、コンセプトか。で、昭和61年、1986年2月に発売された初代フォードフェスティバは、マツダが開発生産したフォードブランドの、コンパクトカー。フォードは昭和54年、1979年にマツダの業務提供して以来、マツダが開発したレイザーやテルスターなどのモデルを日本で販売しており、フォードの小型車クラスを受け持つ世界戦略者に作られた。フェスティバも同様で、日本では大人マテンの専属車種として発売されたんですね。で、ブリスペンダーをデザイン上のアクセントするボディは3ドアハッチバック1種類のみ、全長は軽自動車を除くと国産車としては最も短い 3475m で、全体のフォルムはトールボーイ型に近い。組み合わされるエンジンは 1100cc と 1300cc の2種類。シンプルなのがおしゃれにデザインされたインテリアは、一部グレードやリアシートのスライド機能やリクライング機能、フルフラットシートが備えられ、また全車にフロントダッシュボードの演奏されたクーラーボックス、多数のポケット類というのが用意され、使い勝手の良さが成立ポイントとなっている。で、最大の売りとなったのが日本車初の電動キャンパストップ。ルーフのほぼ全面が開閉力のため、オープンカーのような開放感が得られ、余裕のある室内高がもたらす快適性と相乗豪華で、女性を中心としたユーザーから高い支持を得た。で、世界戦略者で位置づけられていたため、初代フェスティバは欧州ではマツダ121の名前で社名で販売されたほか、韓国では秋、プライドの名前社名で、北米では日本と同じフェスティバの社名で販売された。プライドにもファイブダッチバッカー、フォードスター、ワゴンもラインナップされ、日本でも平成元年1989年からファイブドア発売、平成3年1991年からフォードスターが通じるフェスティバ5、フェスティバベータというサムネイルが有名で、ヨーロンビアテストを取り入れたスターリングと歌手に盛り込まれた遊び心が好調を残した初代フェスティバは、コンパクトカーならではの楽しさを提案した一台として人気モデルとなったんですね。で、車両型式が DA3PF、DA3PE、DA1PE、DAJPF となっておりまして、昭和61年の2月から平成5年の12月まで販売されました。で、総合生産台数が188,229台、まあ、結構な台数がまあ売れていたというわけですね。で、これに一番お安い車でジュニアっていうのがあって、分かりやすい名前なんですけど、まあ、62万円で販売されています。で、高い車で、高いやつだと高いね、のこれね、GTA というのがあって、162万6千円もするんですね。ちょっと高いよという感じなんですが、まあそういう感じです。で、昔フォードっていうと、まあ、アメリカのフォードがね、もちろん有名なんですが、ドイツなんかにもフォードっていうのがあって、あとブラジルにもフォードがあるんですね。で、ドイツブラジルは、まあ、別系列の、アメリカが元は本社なんだけど、まあ、そこからこう分かれてきた、まあ、ちょっと独自ブランドの、ドイツはドイツ独自ブランド、ブラジルはブラジル独自ブランドのフォードを作ってたんですね。で、そして同時に日本にも、フォードというのが出てきた。まあ、かつて日本にフォードが進出したのが大正時代の時に、フォードの確か A 型から、来て、それをこう日本でもまあちょっとこう日本風にこう改良して、作って売っていた時代が大正時代ぐらいにあったんですが、まあ、その後すぐに、販売が苦戦いたしまして、日本での販売が苦戦して撤退してしまったんですが、まあ、そこから今度マツダの協力を得て、マツダの投資を得てですね、でフォードが日本フォードという感じでこう進出して出てきたんです。で、ちょうどこのバブル真っ盛りの頃の時代というのは、まあ、こういう外国車を取り扱っている日本メーカーみたいなのが結構あって、日産からはフォルクスワーゲン VW の会社を派遣していたし、あとは、マツダはこうフォードを、まあ、提供していました。で、
には確か、ホンダはドーバーを、まあ、提供していたし、オペルは確か、オペルもなんか日本独自って、日本独自ではないんだけど、まあ、日本の、ところにまあオペルを、まあ、販売していた、時代もありましたしね。だからまあそういうふうにいろんな各国の自動車メーカーが日本の自動車メーカーと協力をしながら、あるいは日本にこう進出しながら、外車というものをもっとその日本以外の車をもっと身近に知ってもらいたいという思いでやってきた。だから今考えると、当時のその30年以上前ですけど、当時の、日本というのはいかにバブル絶頂期で、まあどんだけお金がありふれてたんだろうかというのをね、ある意味こう考えさせられるようなですね。なんせアメリカは六本木のカローラなんて言って、日本あの BMW が普通に買えたっていう、そんな時代でしたからね。だから今じゃちょっと考えにくいような話なんですが、まあそういう風な時代がありました。で、これはミニカーとしても大変珍しくて、フェスティバの、ミニカーになるわけですね。で、これは昔あのチョロ Q が、販売されていたもので、今ではないし、復刻版としてももう出されておりません。まあ、今チョロ Q はタカラトミーの会社になって、まあ、いくつか昔のやつの復刻版というのは出てるんですが、値段が高い、最初1000円ぐらいでもう高すぎなんですけど、もっと高くして2000円近くで売ってますからね。高えよみたいな、誰が2000円も出して金払うんだみたいなね。このサイズに2000円も出して金は払いたくないわっていう人が多いんじゃないかと思います。私もね、チョロ Q に2000円も出して金払うというのはどんだけぼったくりなんだとかで今思いますね。ですから今のタカラトミーにやってることは本当にもう金儲けで走ってるから大失敗してますからね、あの会社っていうのは今大失敗してますからね。初回特別のプレミアムがなかなか売れなかったりとか、トミカのトミカシティっていうやつがありますけど、あれなんかもほとんどアマゾンなんか値下げで販売されてますからね。値下げされていますってことは、まあそれはお客様を呼び込むためというのもあるでしょうけど、同時にまあ売れてないんでしょうね。その値段で出したけど、提示してこのぐらい、まあ安くてもこのぐらいの値段にやってくださいっていうことをやってきてやったんだけど、それでも売れないもんだから、じゃあアマゾンがもっと安くしまえって言って、大手のアマゾンがもっと安くしちゃったわけだね。だから完全なるタカラトミーはもう金儲けは知った罰ですよ、失敗ですよ。ですからトミカタウンみたいなやつも売れてないですし、プレミアムもそうですね、あんまり売れてないって感じかな、全体的に見ると。だからまあ完全に失敗ですね。ですからまああのあれでしょうね、トミカはまあ一層のこと宝トミーはなくなった方がいいと思うね。でそれでまあなんか言うけど、宝トミーはもう全滅して、で、新たにあれですよ、別の、そうですね、あのトミーテックはトミーテックでヴィンテージを作り、トミカはトミカプレミアムはトミカプレミアムでまた別の会社を作り、そしてディズニーとかああいうキャラクターものトミカはまた別の会社を立ち上げて作ると、もうそれでやっていくしかないだろうと思います。唯一トミカのトミー、タカラトミーの商品で唯一支えてるっつったら、まあ、リカちゃんとかね、女の子向けだったらリカちゃんとか、男の子だとベイブレードとか、まあ唯一支えてるって言ったらトミカでも、まあ、ドリームトミカとかキャラクターものですね。まあそういうドリームとかで、まあ唯一支えてるかなって感じはします。今ちょっと前まで、ね、プレミアムっていうのが人気がありますよって感じだけど、今 YouTube で見る限りあんまりプレミアム紹介してる人も少なくなりましたからね。まあそうでしょうね、あの値段で買う、1000円近くで買うぐらいだったら、まあジョニーライトニングとか、あるいは、ホットビールとかですね、そういった、ジェダートイズでしたかね、まあそういったミニカーをお買い求めになった方がはるかにいいかもしれませんね。まあ何しろ
リアルは、まあ、プレミアムはリアルはリアルだけど、本家っていうか、その大元であるトミカがサスペンションしかないっていう問題が起きてますからね。まあ、そんなもの買うぐらいだったら、まあ、もっとお金をかけて、ジョニー・ライトニングとか他のメーカー買おうわなっていうふうに思いますわな。だからもう私市場が言いますけどもね、もう今のトミカはあんまり買っても意味ないですよ。もう正直言って、まあ、動画で紹介するんだっていうんだったらまだそれでもまだ許されるかもしれないけども、まあ、コレクションしようと思ったら、自分だけでコレクションしようと思ったらね、トミカよりははっきり言って他のメーカーのミニカー買った方がいい。もう一番通常のトミカはもうあれ呆れてよ、もうダメですね、立ち直らないような感じだからあれで唯一買うんだっつったら、まあ例えばカーズとか、あるいはトイストーリーのやつとかね、要するにキャラクターもんだよね、ディズニーのやつとか、そういったものぐらいでしょうね。あれをまあそうですよね、あんなの、まああれを通常のトミカでドアサスペンションが開かねえのに、あんなものドアが開かねえのに、あんなもの買ったってかえってがっかりするからね。でみんなこれは将来的に価値がつくだろうというのを、それを考えて買うわけで、あこれ最初から価値なんかそんなつかねえやなんて、愚か者ある意味そんな愚か者はある意味いませんからね。最初からこんな価値なんかねえやって思ってるほど喜んで買う人なんてあんまりいないので、そういう人がいたとしたらよほど残念な人ですからまああれでしょうね、あんまり今のトミカは価値ないですよ。やっぱりトミカの価値があるって言ったら、サスペンションがあるのはもちろんだけども、サスペンションサイズ感とか持った時の冷たさとか、まあそういったのはもちろんだけど、アクションなんですよね。アクションがなければ映画だって始まらないでしょ。でそれと同じようにアクションがなければね、やっぱトミカじゃないんですよ。ですからそれだったらあんたね、こうチョロ Q はチョロ Q でまた昔のチョロ Q に戻って、タカラトミーからまた独立して、やっていった方がいいんじゃないかなっていうふうにも思いますけどね、今のあの状況を見てると。まあそういうわけで、このフェスティバルというのは大変珍しい、ものです。でこの上の方はこうキャンパストップになってて、昔はこうだったんだよね、これでこう布ホロがあって、これでパッとこう開けたんですよ。まあ、今はそういう時代の車ってのは大変珍しいことになりましたけども、非常にミニカーとしてもまあ珍しい車でした。どうもありがとうございました。